はい、どうも、たんじです。信長の野望天正期シナリオ1、畑山義房やっていきたいと思います。とりあえずここはターン終了しますか。3、4軍なんでここの5つの城を取ってほしいんですが、大丈夫かな。あーと取れない、これはまずいっすね。お、今川家めちゃめちゃ兵士が多い。ここは付箋でいいですね。ちょっと特に、あ、いやー、別、まあいいか。士気上げるのもいいかなって思ったんですけどね。お、これは畑山義房が入ってるところだから、むしろラッキー。いや、もうこれ攻め入っちゃいますか。遠くで先導を行う。あ、自分がこっち狙ってきますかね。よしよし。たまにこう城入られちゃったりしますからね。で、ここで、いや、時間余裕あるから混乱とかしますか。あ、こいつ捕まえていいですか。もともとうちの武将だから。こいついいですよね。うちの武将ですもんね。OK にしてもらえません。いや、でも今回の縛りは捕獲した武将は捕まえないっていうルールにしてるんで、まあ捕まえるのはやめます。あ、まあ斬首しちゃうってことですね。次回は、まあ、最初からいる武将だけでやるみたいにする予定なんで、この時はですね、取られちゃった場合は、まあ、取り返しありかなみたいな感じで、考えてます。あ、ほら、ゼロなのに、置いてきましたね。これがちょっと鬱陶しいんですよね。このゼロの武将に、うちの兵数がちょっと減らされちゃいますからね。で、まあ、おかげで混乱を、あ、痛い。今2減らされましたね、やっぱり。あー、でもだいぶ地防が100までいった。今教育に専念してるので、もう多分政治はこれ以上上がらないかな。108でおしまいですかね。で、斬首斬首斬首。畑山義房があそこに置いてたおかげで攻められないかもしれないですね。あ、またなんか取られた。お、今松永久秀が大名になったって出ましたね。多分今川はうちとまだ戦ってないので、あんまりこっちを攻めてこないと思うんですよね、まだ。まだ残ってたんですね。9。9か。さて、じゃあどういう戦略でいこうかなと。まず他の軍団の兵力を見ます。悲惨なもんですね。あ、なんか第4軍団が結構増えてますね。多分なんか誰か、肝付きとか多分登用したんですね。赤松。あ、佐柄義重捕まえてますね。戦闘力68だから、まあまあ7体。第4軍団が強くなってますね。で、ここが伊集院忠倉が82兵で、40か。任せればいいかな。第4軍団と第2軍団とかに。で、第4が兵士多いんでしたっけ。
第4の兵士ちゃんと把握しますね。白地水がえおかとよ。こんな感じで身を置いて、でここに第二軍団を置けばいいかなと。バラバラばらけてるな。角氏水俣いいや。水俣城、水俣病の水俣ですかね。水俣病って多分地名でしたもんね、確か。で、こっから、どうしようかな。教育は今回できないですね。移動しなきゃいけないですもんね。兵士も結構いるな。どこから行きましょうかね。5個城を取りたいけど取れないかな。まあでもここですね。で、赤池長藤が28ですか。赤池長藤を成長させたいですよね。今武将になってるんじゃないかな。武将になってますね。勲功555、戦闘76。いやでもここで兵士減らしたくないですからね。多聞山城から100取って、でここに赤池長藤を設置すれば多分倒してくれるんじゃないかなと思いますね。で、ここで戦争をすると。で、理想は5個城を取って、最後どこで着地するかですよね。っていうのが結構重要なんですけど、あ、ここでなると次の城攻めるのがちょっとやりづらくなっちゃうので、あ、でも、ここでここで、ここ食い込んできてるからな。あんまり今川は相手にしたくないですもんね。ここ5個取って、ここで5個取ってみたいにしたいので、姫路に着地しますね。理想は5個取って姫路に着地。質が多分士気が今低いので、じゃああんまりいっぱい城は取れないんですよね。だからまあ畑山義次は右下の三木城を取って、姫路城の門を破壊して待ってるみたいな感じになっちゃいますかね。その間に畑山義房が、3つ城を取ると。まあ、敵兵いますが、まあ、すぐ城に逃げてくれたんで大した問題ではないと思いますね。ここは混乱してほしい。ああ、しない。佐久間信盛、信盛織田家ですかね。ああもういいや、叩いちゃおう。こんなめんどくさいですよね、決まんないからね。あんまり混乱にこだわってると
時間ばっか食っちゃいますからね。あ、これは士気を上げとかないと。いや、これはもう下から行っちゃうか。うじえぽくぜ。ああ、しまったしまった。士気を上げるんだった。いやー、この八田山義継も大名になる人なので、大名になる人って基本的に魅力がやっぱ高い人が多いんですよね。魅力が高いと鼓舞した時に士気がそれなりに上がりやすいと。あと多分ですけど、戦闘が高かったりしても、まあ、全体的な能力の問題なんですかね。全体的能力が高いと士気、鼓舞した時に士気が上がりやすい傾向にあると思います。まあ戦闘に関係しているところなので、魅力、戦闘、地防とかですかね、多分。はい、いい感じ。あ、焼き打ち覚えましたね、来た。これで地防上げ放題ですね。ちょっと後で焼き打ち利用した地防の上げ方見せますね。まあ、ただちょっとターンに余裕がないとダメなので、まあすぐにはちょっとできないですけども、余裕がある時にやりたいと思います。まあ知ってる人も多いとは思うんですけどね。一括よりも焼き打ちの方が上げやすいかな、個人的には。っていうのも、一括だと隣に兵士を置いて、でその兵士を動かさなきゃいけないんですよね。それがちょっと面倒くさいんですが、焼き打ちなら一人でできるので、そこがやりやすいかなと思ってます、個人的には。タイム輸出具で城取れますかね。姫路城も何回も攻めてるから城郭がだいぶ下がってそうですね。教育で上げるのがやっぱ一番早いんですけども、戦闘能力をね。まあ地道にこうやって城を取って上げるのも大事なのかなって。で次にこっち、この横山城か、どこで着地するか考えてなかったですね。結構重要なのに考えておかなきゃいけなかった。次の城を攻め込むのに大いいのは、次もう一回攻めたいので、もう建部山城まで行っちゃいましょうか。最後建部山城で、剣部山かもしれない、剣部山城、剣部山城変だな。
どこを落とすか、この分け方が重要ですよね。通り道の2つの城は、あれ？これ今どっちだっけ？あ、大名のか。通り道の2つの城は義継に任せる。これやっぱシクロだと2回で門が割れて超楽ですね。なんか洗濯機が音鳴りました聞こえたかな。マイクもね、ちゃんと買わなきゃいけないですよね。今私音声を携帯のなんか録音ソフトみたいので撮ってるんですよ。あんまり良くないですよね。なんか YouTube 自分の動画見てみたら、なんか結構音が小さいなっていう感じですね。編集の時音最大にしてるんですよね。ああ間違えた。編集で音最大に 500% とかしてるんですけど、それでもちょっとやっぱ音が小さいのかなっていう感じですよね。なんかすごい音量を上げないとボソボソ喋ってるだけみたいな、何言ってるか聞こえないみたいな、こんな感じになってるんですよね。ちょっとね、せっかく動画上げるんだったらやっぱ皆さんが快適に見れるような動画にしたいですからね。はい、撮りましたね。ほんま似合いそうですね。いや俺全然白撮っても戦闘が上がらない。才能が B なので上がらないんですよね。才能っていうんでしたっけ、なんか忘れちゃいましたね。戦闘の最大値が確か110ぐらいだったかな、さっき見た時。110ぐらいになったら全然戦えますよね。で、なんか火砲とかあげれば全然ありなのかなって感じがしますね。徳徳徳って書いてありますね。戦徳、戦徳ですね。戦徳 B。さて、この小谷城あたりに行きますか。できるかな。いや小谷城に行ったらでも府中城まで取った方が、ちょっと待てよ。城は 1,2,3,4,5,6 個取れんすね。金ヶ崎にでもこう上に行けるから全然ありですね。金ヶ崎にします。金ヶ崎着地にしますか。結構でもあれですね、城を取れるかな、そんなに。
義房こっちやって、義継にも3つぐらい取ってもらわなきゃいけないんですけど、ここは結構悩むんですよね。あ、右側から行った方が近いのかな。ここはここから行った方が早いと思いますね。堀行って城壁行けるので、今のところ一発で城壁に登れるんですけども、一回堀を経由した方が、登るのに失敗した際にリカバリーが効くような感じ。最初から登って成功すればそれが一番いいんですけどね。よし、取れましたね。下向いてるから下行きますか。ここもそうですね、掘り行って感じですね。結構ターン数大丈夫かなっていう感じはあります。今のプレイスタイルだとなんだかんだ進むんですよね。敵捕まえてガンガン斬首してるので、なんだかんだうちと何回も戦闘してると武将の数が減って、もう敵もどうにもならなくなるような感じになるので、まあ最終的にはちゃんと着実に天下統一に向けて進んでるかなと。まあ攻められてまた城取られちゃったりはするんですけどね。まあそうなったとしても取り返してきた武将を斬首して敵の武将を減らしていけばいつかは勝てると。まあ、できるだけまあ効率よく短時間でクリアできるようにっていうのは考えてるので、まあできればあんまり取られないように進めていくっていうのは大事ですけどね。よしで OK ですね。でちょっと待ってましょうか。小谷城は割と取りやすいので間に合うか、間に合うかな、微妙ですね。ちょっと4ターン中に終わる感じ。あ、臨長部屋も使ったと。で、うん、ギリギリですけど間に合いますね。これ斜め下とかに置いとくと、この操作間違えて入れないとか失敗するときあるんで、真横に配置した方がミスが少ないですね。よし、いや、いい感じですね。あ、もう一回攻められたんだ。いや、でもここは無理しない方がいいですね。細川もだいぶ武将減ってきたんじゃないですか。あ、もうなんか松永家になってますね。そして今相馬が一番大勢力になってますね。松永家、そういう感じですか。いや、じゃあこの辺でターン終了。焼き城を取ってもらって、
て、一体逃しましたね。これは取れるでしょ。お、嘘でしょ。今誰か投与されましたね。いやー本当にそれは、相良義重が、さっき私があれですね、68じゃんやったとか言って喜んでた。お、ラッキーですねこれ。もう大名が細川から松永に変わっちゃったので、よし、ラッキー。裏切りが出てくるんですよね。分裂はしてない。あ、分裂してますね。畑のが分裂してますね。なっちゃうともうね、ボロボロですよね。あ、でも結構畑の兵士いますね。さっき式部勝長がこっちに入ってきたんで、あ、でもいないな。で、今73ですね。そろそろ過去とかいっぱい入った。いいですねこれ。16のやつ畑山執事に渡しちゃいましょうか。人事褒美家宝畑山義継ぐ、この16のやつを与えると。これで畑山義継が83になりましたね。これぐらいになればもう独り立ちさせてもいいかなって気がしますね。大畑虎森がいる。110。嘘でしょ。110とかめちゃめちゃ強いですね。いや、ここ頑張って攻めてって、でも厳しいですよね、やっぱり。80いくつじゃね。今川も多分結構強いんで、80いくつとか、どうしようかな。この辺ね、この辺を畑山義房で攻めないと多分厳しいのかな。で、今家臣が畑山執事も赤池長門超えてますからね。第二軍団からの、そろそろおしまいにしようかな。で、今日はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。